東京都立立川国際中等教育学校は、東京都立川市明けぼの町三丁目にある都立、中等教育学校。中高一貫生徒も学校。英語名は、東京メトロポリタン立川国際セックアリーエデューケーションスクール。通称は、立国。英語だと TK と略されることもある。都立北多摩高校を、母体校として2008年開校。 入試に一般枠だけでなく海外帰国、在京外国人生徒枠を設けている。後期からの入学者は募集していないため大学、留年、留学等により入学者160名の9割ほどが卒業する。2008年4月に開校。東京都による都立高校改革の一環として設置が進められている6年生、中高一環校の一つであると同時に、 都立国際高等学校に続く第二国際高校としての位置づけがある。高知の内大半が国立市であり経営企画室校門も国立市にある。母体となる東京都立北多摩高等学校は2013年3月31日に閉校したが交渉、校歌を引き継いでいる。2022年度に付属小学校が開校する予定。 公立の小中高一貫教育校は全国発である。前期課程は、いわゆる中学で、後期課程が高校である。基本的に同じ校舎で、教室も前期後期で分けてはいない。前期課程では禁止の内容が、後期課程では禁止されていないことが多くある。2020年10月10日9時40分頃、3階の社会科室で原因不明の火災があった。 隣接する立川市立第二中学校に生徒は全員避難し、幸い死傷者は出なかった。交渉母体校の交渉の基本的デザインを継承し、地球を鳥の羽にかたどった月景樹で囲み、学校名のイニシャルである T、K を配したもの。教育目標に基づき、国際社会に貢献できるリーダーとして世界に羽ばたくことを喫したもの。 と説明されている。母体校である、東京都立北、多摩高等学校と同じ効果を引き継ぐ。1学年あたり160名を、募集定員とする。うち130名が、一般枠募集定員、30名を、海外帰国、在京外国人生徒枠募集定員として、割り当てている。駅から離れたところに設立されているため、後期生徒は、 条件付きで自転車通学が認められている。ありがとうございます。